俳優、吉高由里子が、千年の時を超えるベストセラー、源氏物語を生み出した主人公、紫式部、真宙、を演じる NHK の大河ドラマ、光る君へ、日曜午後8時、の第35回が15日に放送され、今まで自分の気持ちを表に出さなかった中宮、秋子、三上愛、が思い切って言葉にして人あるに伝える様子が書かれた。SNS では、日の玉ストレート、 と驚きと感動の言葉で溢れた。真宙は明子に、帝に誠の妻になりたいと仰せになったらよろしいのではないでしょうか、とアドバイスし、さらに、帝をお慕いしておられましょう。と言うと、その息づくお心の内を帝にお伝えなされませ、と背中を押した。すると、明子はその後、一条天皇、塩の秋久、似合うといきなり、お主いしております。 と、勇気を振り絞って涙ながらに思いを伝えた。一条天皇はまた来ると一旦はその場を去ったが、その後、二人が抱き合う映像が映し出された。SNS では突然、ズバッと告白したことに、ドストレート、日の玉ストレート、直球度真ん中告白、大胆告白、いきなり告った、勇気出せた、よく頑張った、キュンキュンした、不器用で可愛い、初々しい、ドキドキする。 と驚きと感動の声で溢れた。